どうしたんですか？どうしたんですか？マジでどうしたの？うん。何の差ついてんの？何もわかんないよ。手すりをしか言われてないんですよ。謝ってください、先に。やばっ！いやー、俺もそんな気するわ。マジで？どうも、メイフェザーのリタです。岩です。北村です。カシです。まあ僕が今急遽集めたんですけど、はい。とある企画をやってほしくて、撮影を回してるんですけど、はい。無理そうだったら無理でいいです。でも、俺は面白いと思ったし、いけると思ったから今から言います。本当に？一週間、食費0円生活！なあ、まあ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 。食費0円っていうのは、1週間、食費に1円も使っちゃいけないよってことです。ほー。なので、今、この家にある食べ物とかでしのいでください、1週間。なんとか。そういうことか。全員なんですが、実は、今、北村さん、焼肉食べ放題生活が始まってるんで、そうですね。この3人でやります。あ、なるほどね。まあ、これ昨日決めたんですけど、僕ちゃんと買い出しとかも何もしてないですし、平等性を得るために。ああ、なるほどね。だから、僕だけ、貯蓄とかしてないです。なるほど。食べてないです。あー、よかった。してたらマジ頭半分なくなってる。だからいろんな料理とか組み合わせとか駆使して、なんとか単純に協力。あ、オッケー、協力ね。協力。蹴落とさなくていいんで。大丈夫。そうそう。いや、この企画めっちゃいいね。お前、一言だからってなんで。なんで。それはやってんやって。ガチンコだから今発表したし、俺も何も買ってないし、しばらくガチンコで生活できるのかっていう。なるほどね。という企画を本日はやっていきたいと思います。はい。というわけで早速、やっていきましょう、タイム。ギュン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 。はい、ということで、この食材が置いてあるエリアに来ました。はーい。俺も言うて把握してないんやね、そんなに。そうですね。とりあえず冷蔵庫から行く？冷蔵庫見る。確かに。冷蔵庫見ましょう。はい。あー、なるほど。数日前に作ったね、胸肉、これもいけるね。ちょっと残ってる。ちょっとちょっとね。あとゆで卵。おー、結構あるやん、キムチとか鮭フレークとか。最近自炊してたからあるよね。そうそうそう。俺も野菜とかね、めっちゃあんで、これキノコ、えのきと舞茸。おー、この辺もあんねんね、結構。そうね。あー、それね、あの視聴者さんがもらったやつ。そう、これパスタのやつとかなんだけど、俺ね、パスタ余ってっから。うわ、水量激強。冷凍？冷凍か。あ、俺肉2キロ買ったの。やばでこっ。めっちゃおすすめ。めっちゃ肉ある。絶対誰にもあげないけど、熱いわ。頼むよ。頼む、肉頼む。で、したら、おー、ここね、ずっとある。餃子ね。これ企画、昔の企画。餃子、そうだね。下はね、多分ほぼ俺のもんなんで。え、すげえじゃん。野菜たちか。花そうも意外と物置いてんのよ。あれ、お菓子あんじゃん。あ、いいね。あ、それ僕のです。あ、ありがとう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 。あ、ピザもあるよ、誰これ。それ僕のです。え、よかった、食べないでおいて。3等分しようか。そうだね、好きなように3等分して。なんか、カズシさっきから全然ないな。これね、棚がないからさ。あ、誰のとかないよ。誰のとかないよ。ここはないぞ。そうなの？え、マジ？いや、ここはマジ誰でも誰でもだよ。え、マジ？そうだよ。なんか向かい側のこれと一緒でさ。え、なんもないよ。なんもない。マジで？うわ、これはもう。ガチで極限の時だよ、それ。まあ、これはこういうタイムが始まるだろうね。やばー。え、ほんと意外とないわ。意外とない。おー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 。あ、めっちゃあるやん。こんだけあるわ。あ、なんか、あ、スンデベのこれさ。スンデベ、いいね。飯と一緒に。みんなで鍋する。豆腐、卵。いや、ビタの野菜もいっぱいあるしね。確かに。確かに。お鍋できる。そんなもんじゃない？食材。なんかありますかね。まあ、思ったりあったって気はするけどな。まあ、言うて成人男性3人いますから。うん。そうね。そう考えたらどうなるかわかんないね。うん。まあ、てな感じで、じゃあ、こういう生活、やっていきますか。ジング！こんばんは。あ、こんばんはー。こんばんは。こんばんは。ちょっとね、バタバタしてて、はい、こんばんはの時間になっちゃって、はい、動画回してから食おうぜっていうことで何も食ってないんすよ、俺ら。そうなんです。マジで腹減っぴー。やばいんだよ。だからみんな的には朗報だと思うんだけど、ちょっとダイエットしてまして、なんでそんな食わなくていいんすよ、正直。だから全然俺のパスタとかいいよ、譲っても。あ、僕それこそこのタラチキンとか、これもそうなんですけど、それあれじゃない、リータ食っちゃっていいんじゃない。俺これ食っていい、普通に自分の。うんうん、まあ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 。俺そばもあんだよね、実は。忘れてさ。マジ？あ、横姉さんの。めっちゃいいやん。ほら見て。そばにしない？めっちゃよくね、そば。うん、そばめっちゃいい。そばにしよう。うどんもあるよ。うわー、シコシコのやつだ。そう、シコシコ系のやつ。シコシコのやつだね。あ、でも節約したいよな、これ。節約したい。この3束にしとく、ちゃんと。1束と何かにしようぜ、じゃん。1人1束。おかず、うん。え、待って、あとネギもなかった？あ、あるあるわ。いや、水がないと。ほら。いいね。もう、これ使っちゃう。使っちゃう、使っちゃう、使っちゃう。あったかいそばで。じゃあ、俺作るわ。お願いしまーす。じゃあ。
作ります。はーい。はい、ですね、先ほど蕎麦だけじゃ足りないと僕言ったじゃないですか。ハマってる料理とは言わないのかな、食べ物がありまして、それを蕎麦プラス食べていきたいなと思います。なるほど、わっしょい。これ絹豆腐、ナッティ、ナットゥ、キムチ、キムツ、卵、タムーゲ、混ぜるだけ。なるほど、これ立派な料理ですね。立派な料理ですよね、まあ、じゃあ一旦蕎麦作っていきますね。はい、お願いします。よし、じゃあ蕎麦まあ茹でるだけなんですけど、3玉使います。今回1人1人前、僕まあ半玉でもいいかな。かけだったら6分半か。了解。さて沸騰したらぶち込んでいこうかな。よし、3人前。お鍋ちっちゃいかな。こっからグツグツしてきます。マジうまそう、こういう蕎麦。よし、ネギ入れてと。ということで、かけそば完成。ナイスー、ナイスー。わーおー、やっぱファッションちょっと多いかな。ちょっと多いですね。わー、テンション上がんね。上がります。これは食べようぜ。やばい、上がるわテンション。せーの、いただきます。あ、めちゃめちゃしっかりしてる。うん、うまい。そばあと2玉でしょ、うん、うどん5玉、パスタ2玉、うん、ぐらいしかないくね、炭水化物。なるほどね。そうだね。今日は初めての食事だから、なんかね、満腹感強いんだよね。強い、全然、ね、満足してる。満足してる。貧乏には慣れてるからね、飯食うのないって、うん、皿にあるからね。そうなんや。ごちそうさまでした。よっしゃよっしゃ。今んとこなんか意外といけそうかなと、うん、なんならなんかお腹いっぱいだわ。いっぱいぐらいいやー、いっちゃうねこれ、0円生活。いっちゃうんじゃない、これね。申し訳ないね、なんかね。いや、申し訳ない、うん、ちょっといいとこで見せられなくて。またね。またねー、また明日。お腹減った。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よいく、アサリタイムか。アサリタイムですか。アサリか。パスタ、パスタだけ2束でしょ。ちょうどよくない、割と。俺は別にパスタいらねえわ。なんかお腹あんま減ってなくて、まだ。あ、じゃあパスタにしよう。そしたらちょうど昨日多分出してたこのパスタソース、うん、これ2人前ぐらいなんだよね。これを使っちゃうかってことだね、この炭水化物を連続で、うん、めっちゃうまそうじゃないこれ、うん、ナスと牛肉のミートソース。うまっぽー。もうだってパスタ使わないもんだって。じゃあパスタか、これ作るか。オッケー。これ、これ自炊した胸肉の方食うや、うん、ああそっちの方が少ないもんね、これと俺ゆで卵食うわ。じゃあ喉乾いた、俺これ飲もうかな。面白い。ああいいね。うん、息しようかな、喉乾いた。いやおかしいだろ。じゃあパスタか。うん、パスタを、じゃあ、ゆうに作ってもらおうかな。オッケーオッケー。うん。じゃあ、パスタ、食べましょう。パスタ、ね、食べましょう。はい、ということで、お湯が沸けたので、パスタ、茹でていきまーす。まあ別に、これ茹でてあえるだけなんで、別に、別にって感じでーす。はい、8分。まあ、じゃあ、茹で上がるまで、待っていきましょうか。はい、ということで、パスタが、これね、茹で上がりましたので、こちらをね、あえていきたいと思いまーす。いきまーす。うまそう。マジうまそう。はい、できたので、盛り付けしていきまーるぽい。いい感じ？いい感じ、いい感じ。ねえ。何してる？おーい。不器用でね。頼むよ。慣れないことしたら。はい、完成。ほら、美味しそうでしょ、パスタ。さ、じゃあこれを食べていきたいと思います。さて、さて、並びました。うまそう。はい。で、僕のメニューはこちらです。胸肉とゆで卵。よ、タンパク質マスター。いただきます。いただきます。あ、うまい。うまい、これ。うん、やばい。なんかミートっぽいよね。うん、ミートだね。なんかね、昨日から歯が痛くて、上のプラス口内炎だらけだから、もうマジ食欲出ね。どうしよう。まあ、食欲ない分にはいいんじゃないですか。どうせ2人食う人だからさ、うん、だってこれでパスタもなくなったと。なくなりましたね。うん、炭水化物がごく激辛とうどんぐらいかな。やばい。それちなみに可愛い湯飲みっすね。中身何なんですか、それカフェオレ。おかしいでしょ。めっちゃ入れるもんだから、それ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。結構でも飛ばしてない？まあね。このタイミングでパスタ、ちょっとね、ビビってきたよね。ビビってきてはいる。あれって意外とね、ねえなって。俺、今2日目だよね。そう。今日乗り越えても3、4、5、6、7! まず！え、結構まずいこと、また腹減ったら回します。はい。よいしょ。あ、よし。待って、冷静。じゃあ一回そのうどんとかそばはちょっと一旦やめよう。一旦置いといて。怖い怖い。オートミールはできるよ。あ、俺オートミールね、食ったことないんですよ。俺もないんだよね。あ、ほんとやる？水入れてチンするとなんか米っぽくなるというか、うん、全然味は違うんだけど。あ、しかもこれね、結構腹たまるんよ。すげえ。うん、ちょうどよくね。いや、いいかもしれん、ね、あ、白だし入れるとなんだっけ、雑炊だっけみたいになって、めっちゃうまいよ、ちなみに。ああ、そうなんだ。
いつもの倍の60ぐらい入れる。オッケー。俺は30でいいや。栄養満点なんか結構ありだと思う。確かに。ゼロ円生活の味方じゃん。こんな感じなので。ここでラップしてチンする感じ。俺がよく食ったオートミール。キノコもあるからな、最高だな、鍋。あー、キノコなキノコ。ノッコーノコ、元気ノコ。え？うわ、すごい、見てこれ。そう、すごいっしょ。なんか、まあ、黒いんだけどさ、見た目は。黒い。じゃあ、ちょっと出来上がるまで。はい。行きましょう。はい、まず、はい、じゃあ、食べますか。はーい。いただきます。いただきまーす。全然いけるわ。あ、うまい、懐かしい。うん。あ、全然いける。飽きそう。ほんとではある。1日5食食ってれば飽きるな。やべえ、満足。おい。なんか来たぞ、冷やかしで。いいもん食ってきたんやろ。まあね。だから今日お前何食ったのか言ってみよう。今日はタンしか食ってないけどね。贅沢だよ、タン。贅沢だね、タン。タン、タン食いて。はい、ということで、ごちそうさまでした。ございました。いや、腹たまる。まあ別にもっと食いたいけど。今度結構革命かも。オートミール。オートミール。プライベートできるもん。そう。今日は、この辺にしとく。いや、しときましょう。これで2日目が終わると。終わりましたね。やべ、あと5回もあんのかよ。もうこれで明日の朝、ポテチが残ってるかどうかだよね。うん、そうだね。もし、隠れて撮影してたら誰かがね。それは良くないですよ。チームの輪を乱してますから。そうだよね。そうだよね。やんないな、この感じは。もう、反省してんだよ、だって。こんな感じでも、俺は反省してんだよ。また明日。あいまちょう。おやすみ。マーキング。おぉ、はい、ということで、僕が一人で回しているということは、そうです。ポテチ食べちゃいまーす。深夜でね、お腹も空いちゃったんで、まあまあまあ、もともとボグロなんで、ちょっとお腹満たして寝ようかなと思います。それでは、ぬすっと岩でした。しょげーん。おはようございます。おはようございます。今別撮影をしてたんですけど、ちょっと腹減りましたね、撮影してたら。ちょっとカロリー使いましたね、あれ。だって喋れなくなった人いるって。撮影あるからね。そうなんですよね。まあ選択肢としては、うどんか、まあ蕎麦もあって。蕎麦もあり、あとオートミール。オートミール、最近ハマりのね。一旦オートミール、しのぐ。一旦しのぐ。一旦オートミール説は。結構時間も勝つだから、今。で、まあ夜あたりに少し贅沢しちゃう？まあなんか鍋っぽい感じのとか。そう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 。野菜と、ある元があるからさ。じゃあ作るか。いつも通りね。まあ40いっちゃおうか。一旦40でやってみよう。で、よかった。やばい。え、それ新品でしょ？え、やべえじゃん。え、まずいわ。だから言ってんじゃん。6日目とか野菜味噌で食ってる映像とかおい、いや、塊出ちゃった。よいしょ。オートミール雑炊。じゃあいただきましょうか。はい。だって、俺ら…マジで猫の飯食ってる。えぐいよ、これ。いただきます。あのー、普通にうまい。あー、うまい。あ、うまい。いやー、不安になってきた、どんどん。ちょっと食材がね、オートミールもなくなってきてね。で、今日は、鍋。うん。で、なんとか、まあ、野菜食って。うん。どんどん痩せていっちゃうんじゃないの、これ。やばいよ。痩せていくねー。ごちそうさまでした、んこ文化セントゥース。鍋を楽しみにしよう。そうだね。そうだな。いや、もう鶏肉2キロあるから1キロ分ぐらい使っちゃうか。あ、やっちゃう、やっちゃう。今日の鍋ちょっとやばいね。ちょっとやばい。上がってきたね。上がってきた。という感じで。はい。またお会いしましょう。お会いしましょう。お腹すきましたね。乳首かいいな。あ、そんな話はしてないです。お腹マジ減った。お腹すいたよな。あっちにも聞いてくるわ。うん。すいません、赤髪のお兄さん。はい。お腹すきました。すきもっと。お腹すきすぎて黒目なくなってるよ。聞きまった。鍋パーティーをしましょう。よし、まあ朝も言ってたね。はい、言ってました。なので、もうね、ちょっと前なよかったの。そうなんだ。小松さんも多分ね、使わないとまずいね、それは。ダメなの。どう思う？もう全部ぶち込んじゃうぜ。もうね、何鍋かは分からんけど。選抜して明日にもう一回やった方がよくない？確かに。このトータルのやつをもう2分の1で使う。ああ、なるほどね。そしたらもう2食分稼げるっていう。よし、じゃあちょっと作っていきましょう。よいしょー。はい、ということでお肉の解凍がね、できるまでちょっとこいつら準備しちゃいましょう。はーい。2人前なんだね、これ。そうなんです。あらら、少ないだ。普通に少ないですよ。あの、具が少ないから大丈夫。うん。手洗ってる。手エロいな。手なかなか洗わないんでめっちゃレアっすよ。一番洗ってるよ、この国の中で。国え、この匂い何、海鮮なんかすごい。ああ、エビ
だね。魚介って書いてある。魚介だし、魚介だし。俺の苦手な匂いするもん。ということで数分置きまして見てください。うわ、完成しました。これが俺らの3日目にしての超ごちそうだ。うわえぐないこれ。えぐいね。えぐるどっちゃえぐるどっちゃ。うらちょっとこれやばいっすよ。これいいのこれ。ちょっと犯罪な気すんだよ、ね、ちょっとこの生活において犯罪かもしれない。いやめっちゃうまいから俺。いやまあまあ安全性においては。おーさて鍋パーティー始めますか。始めました。ふーいただきます。ゲンゴン。おいしいです。うん、鶏肉がうまいってことはもうちゃんとしてみてる。辛い辛い、うまい。うわ肉うまお、辛いわ。普通にプライベートで鍋やりたくなるな。いやマジでやりたい。結構流行ったもんね、うん、前にね。それをさ、うん、ビールと共にさ。うわでもこれストップできるけど。いやみんなこれストップすれば、うん、あと明日朝いっぱい分食える。さすがに止めとく。さすがにやめとこう。実際リアルなところちょっと怖いやん。いやー我慢するか。明日の日中耐えれるんだよな、これで。じゃあ一旦これもう残しにします。はい、はい、また明日食べます。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あー美味しかったね。うまかった。美味しかった。というわけで、はい、はい、じゃあもう寝ますか。はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、やっちゃった。やったな。はい、やっちゃったな。腹減った。腹は減りましたね。もう夜だよ。どこ行った。腹減った。ここまで来る？もう耐えきれなくて。日中バタついて今夜になって、まあ編集してるんすけど。とりあえず探そうか。うん。少ない中でね。うん。まあ、オートミールはあと少しでしょ。オートミールあんのか。え？これやってんな。俺は覚えてるぞ。ここにポテチおっきいのあったはずだ。なくね？ないよ。ないよね。え、マジでないよ。ないね。え、これ。問題やで、結構。自作自演か。この顔はもうこいつだろ。自作自演か、カズシ。俺じゃないよ。たくや。もうこいつじゃねえかよ。いや、お前 ELO の後ろの方にある広告じゃねえか、それ。いらねえからいいけどね。いいよ、いいよ、いいよ。ほら、じゃあ。ポテチはいらないよ。そう、ちょっと油控えてるから、なるべくね。なるほどね。ありがとうございます。すいませんでした。いや、別にもいいけどね。ありがとうとかはないけどね。で、何食うかな、今は。ダメ。うどんで一生。うどんだね。うどんにしようか。うどんにしようか。まあ、アンパンにうどんだね。うどんにすっか。うどん4玉。作っていきましょう。はい。お願いしまーす。じゃあ、歌詞作ってよ。うん。相談制だから。わかったよ。わかんないけどさ。別に全然俺やっていいんだけどさ。え、カトシャの見たい絶対始まるから。わかったよ。はい。沸騰しましたので、入れていきまーす。はい。3玉ですね。大丈夫か？いけるか？うん、大丈夫、大丈夫。ねじって、この状態で、ストンと中に。それを全部4つやっていきましょう。むずい。むずくない、むずくない。で、卵を溶きますと。卵割るのうまくね。よし、一旦止めます。鬼のようにまずまずしました、溶き卵。よー、箸とかでゆっくり細く入れる。はいはい、なるほどね。あ、いいよ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 、上手よ。よっしゃ、はい、よし、オッケー。はい、皆さんできたー。完成。ネギたっぷり卵かけうどん。めっちゃいい、めっちゃいい。今日はこの一食で済ませたい。済ませよ。結構やっぱ4玉やったから量多いしね。確かにね。せーの、いただきます。うん、うん、おいしい。バカうまい。うまい。しみるな、これ。素晴らしい。しみるね。いや、これ結構満足度高いですよ。もう結構限界な食い方だけどね、この一食で食べる。そうだよ。結構そうだよ。ごちそうさまでした。まあ、折り返してるからね、もう、頑張ろう。まあ、ごくけけらもあるから、いつ食うかだね、あれ。あ、そうだね。まあ、だから、まあ、わりかしどうなんだろうってとこだよね。食いたくないってこと？ごくけけから。よっ。だよね。食いたいよね。よっ。よっ。よっ。いや、どっちかわかんない。よし、というわけで、ありがとうございました、うどん。ありがとうございました、うどん。はい。お腹すいた。最近の始まり全部それやん、ね、え、どうする？何食う？だからマジちょっとうどんかそば。もう攻める。もう行くか餃子。あーあー餃子もな。だから30個ぐらい入ってんねそれ。あ、そうなんだ。なかなかあるよね。だからね、まあでも10個ずつ少ねえな。じゃあ俺餃子譲るわ。え、マジ？その代わりうどんかそば一玉もらうっていうのは。なるほど。まあ俺はいいと思うよ。じゃあ餃子にします、今日我々は。二人で餃子にする。二人餃子で。で残り一つは、まあ俺は争うよ、岩と。え、まあそれはそれ相応のまあ決着方法があるんじゃないでしょうかっていうことでね。はい。今日はじゃあ俺とカズシは餃子で、マリータがそばかうどん。うん、まあそばでいいかな。そばか。って感じですね。はい。じゃあ作っていきましょう。はい、作りましょう。いくぞー。はい。さあ、こ
これで余分なお水を捨てていくと。余分なお水を捨てていくと。はい、どうぞ。怖いなあ。オッケー。あ、やった。やった。いやいやいや、いいかな。さあさあ、ジュクジュクしてまいりました。隣でうまそうなもん作ってんな。隣でうまそうなもん作ってんじゃねえかよ。出来上がってですね、今、はい、あれやってますね。岩崎でしょうか。はい、完成。こちらも完成。さて、できました。はい、食べましょうか。食べましょう。はい、いただきます。いただきます。どうなん、26割る13やな。13個ね、ちゃんと数えてね。うん、大丈夫大丈夫大丈夫。うまい。うまい。最高。うまい。思い出すわ。うん、2個目2個目。なんかあの時みたいな企画じゃねえか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、お腹すいたね。すいた。気づくんだよ。そう、気づいちゃうんだよな。胃が気づき始めてる。深夜にごく激辛パーティー始まんのかな。食いたいっていう人は一人もいない。いや、食いたい。あ、マジで。じゃあ俺と彼女で食おうぜ。うん、いいよ。食えんの。そんぐらい食いたい。そんぐらい食いたい。どうぞ。本当に食いたい。なんかね、これ海苔とかじゃなくて、これね、美味しそうに見えんだよね。そう、味のあるものだから。あ、てな感じでまたお会いしましょう。どうも。おはようございます。おはようございます。何食べますか？終わりにしようぜ、この生活。もう無理だよ。もう気持ち悪いもん。であと今日含めて2日なんで、うん、まあ踏ん張りどころって感じ。ギブします。あ、ダメです。そしたらごく激辛食べてもらわないと、この生活は逃れられません。食べます。本当に喜んで。ギブとか冗談なんだけど、俺ごく激辛食っていい？マジで言ってんの？俺は全然いいよ。やる？やっちゃう？もうこいつが昨日あたりからね、美味しそうに見えてしょうがねえんだよ。マジじゃん。マジじゃん。マジで食うじゃん、この人。マジじゃん。もう仕方ない。しっかり待つやん。俺と一緒にごく激辛食うやついねえか。食べます。あー、テンション感。それぐらいもう腹減りすぎてんよ。まあね、味の濃いものを食べたい。ワンチャン切れてる。あ、死ぬほど切れてるわ。やばい、それは。ちょっと待って、え、死ぬほど切れてるじゃん。あ、死ぬほど切れてるわ。あー、いいや、関係ねえよ。もうどうせ辛いや変わんないぞ。じゃあオートミール食べさせていただきました、僕は。どうぞどうぞ。じゃあまあ待ってくか。オートミールね。オートミールできました。のんきな野郎だぜ。入れるか。証拠入れます。いろいろソースがまあやばいよな。入れたよ。ちゃんとビビって生卵用意してるっていうね。救済措置。本当にやばい時に。せーの、いただきます。うわ、うー、あー、懐かしい。おいしい。うー、やべ、あー、えぐい。うん、オッケー。すごっ、ペロッとよ。これ腹やべえ。うわー、完食。でもやっぱりめっちゃ辛いんだけど、すっげえ腹減ってるから旨味感じたわ、めっちゃ。マジで、すげえ。うまいよ、うまいよ。うまい、うまい。うまいんだ。どうよ、美味しかった？美味しかった。どんな心境だよ。よく頑張りました。あーやべ。せーの、ごちそうさまでした。食わないよりかはよかった。腹には入ったね。腹にはめっちゃ、うん、この6日目でこの企画終わってたらそういうことだと思ってください。ほら、エシャレットたち、こんにちは。ぷくぷく。もうお腹が減ってきた時間じゃないでしかるから。腹痛え。アリー。腹ずっと痛い。アリー、キリキリしてるよ。とりあえず食べます。うん、食べよう。うん、どうする、何食う。こいつらも使うか。鍋やるか。もうやろ。野菜たちが、うん、やるしかない。もう悲鳴を上げてるので。だからもうスンドゥブか。うん、スンドゥブしかない。元がそれしかないから。スンドゥブ作りまーす。3つあるからね。今度こそちゃんと取っとこう、明日に。そうだね。ちょっとミスったやん、正直。確かにね、うん、残そう、全部やるけど。色いいなーって。待って、辛いもん食いすぎじゃね、今日。確かにやばいかもしれない。絶対痛くなるわ、腹また。バンダナの使い方間違ってるって。いや、腹痛いからだよ。あー、ロココみたいだね。大丈夫大丈夫。まあ大丈夫大丈夫。もう食料少しは無駄にしたくない。いったれいったれ、ハレハレ。小松菜できました。できました。持ってきましょう。はいよー。きた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 。いやー、ごちそうきた。来ましたね。はい、せーの、いただきます。うまい。最高。うん、あ、おいしい。まあ明日は最終日ですよ。そうだ、ギブしようかな。えー、
残りの食材がうどんと。マジないよ。それぐらいか、うん、もう本当にそれぐらいか。うどんそばだけぐらいか。食うね。明日の考えたら一応ね。あー、オッケーオッケー、任して任して、うん、これならまあみんなもつでしょ。結構取ったね君。まあこれ食って終わりにしろ。そうだね、そうしよう。それでごちそうさましよう。うん。ちょっとトイレに。ちょっとやべえわ。いやー、わー、何食おうか。どうしよう、今日から。なんかしてたやん。こんなに米あんのになんで食べちゃダメなの。そうだよ、見てこれ全部米ないやんし。まあそれ OK にしちゃったら面白くないからね。そうなんだよね、クソ余裕だからね。多分昨日ね、ごちそうさまも言わずに終わってると思うんですけど。はい、やばかったよね。あ、地獄。マジで地獄だった。腹をね、下しまくりました、ね、下しまくって。あ、はい、の二人があの鍋食った後にマジ急にだよね。うん、二人でずっとトイレループ、うん、もう歩けないの。歩けない、痛すぎて。残すは蕎麦とうどん一玉ぐらいじゃない。あー、あんのか、はい、まあただそのうちの一つはリタのなんで。あ、そうだね、そうだね。一個はリタじゃん。はい、もう一つは俺らとチカじゃん。そう、ちょっとオートミールにしない？俺結構オートミール食いたいね。じゃあ俺うどん食おう。え、今さ、ミックスで食おうぜ、めんどくせえから作るの。おもろ、おもろ。一個一個茹でるのめんどくさいね。あ、確かに確かに。じゃあ食べていきましょうか。食べよう、さっと。はい。やば。どんぶりじゃん。これ、蕎麦とうどんのミックス。せーの、いただきます。ほうれん草も入ってますね。あ、そう、あのほうれん草あることに気づいて。そうそうそう、最後の最後に。まあミックスうめえわ。うん、まあまあまあ。夏とかでもこれでついに本当になくなったんよ。いや、そうなんよ。夜どうすんのって話。うちにはこの企画参加してない人が一人いますからね。のんきに焼肉ばっか食ってるやついるんだよね。うん、実は耐えられるっちゃ耐えられるけど、うん、ちょっと面白くいきたいよね。うん、食いたいは食いたいからね。せーの、ごちそうさまでした。いや、満足。満足です。満足で、夜ちょっと仕掛けていくか。そうですね、まあ一大イベントですよね、この生活の。じゃあまた。はい、バイバーイ。はい、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。ちょっとめちゃめちゃ腹減ってます。はい、さっきも言ったんですけど、もうちゃんとした飯がないんですよ。この生活で抜け道が一個あるなと。一人この企画に参加してない北村ってやつがいるんですけど、その北村になんとか奢ってもらえれば食費ゼロなんですよ、それ俺らの。ゼロですね。まあここしかないよね、やっぱ最後に面白くいく。まあね、一大イベントですよね。そうだね。ちょっと行ってみようかな、北村。はい、行ってみましょう。失礼します。隠れてる。めっちゃ縮こまってるじゃん。マジで見えなかったけど。なんすか。うん、あ、どうも。今撮影してたけどさ、ちょっと相談あって。よいしょ、よいしょっと。ご飯をおごってください。おごってください。お願いします。まあね、僕も罪悪感ありましたからね、だいぶ。全然ね、まあ一食ずつなんで、ギリいけると給料日前なんで。ギリいけるんだけど、やっぱ YouTuber として、ただではね、せっかくなんで、僕と人バトルしてもらって。バトル、まさか、まあ、スマブラで。なるほど。え、いいんすか、はい、めちゃめちゃ弱いじゃん、君。まあまあまあ、それぞれルールは一人ずつ違うんで。ちゃんとだ。やば。男の1ストック勝負。マジで、マジ、はい、?1 ストックじゃあ行きましょう。やろう。よっしゃ、やろう。よっしゃ、はい、誰から行く。確かに。あー。じゃあ、まずまあ、見たからじゃないですか。あ、そう。一応このメインフェイスカーストだと、僕は強いんですよ、一番。そうですね。なんでそこだと多分僕有利じゃないですか。有利ですね。キャメラもさ、飯かかってるんで、はい、ね。まあまあまあ、そうだ。まあ、お任せにしときますか。お任せね。何が出るかわかんない。ただここで、俺が当たりを引けば、俺の運の、なんか強いみたいな。まあ、運なんで、これは。始まりましたよ。やべぇ、リズウェイ。やばい、メンタル的には捕まるだよな。緊張する。はい、ジストックスか、こっち金かかってんだよ。やべ、今んとこね、北村が優勢ですね。優勢ですね。飯なんて食わせないぜ。やばい。さあ、もう決まった、もう決まった。やばい、やばい、危ねえ。追いついてきた。勝って、勝って。あー、うわー、やばい。飯抜きというわけで、リタはお預けですね。お預けですね。心いて。いやいや、いいんだよ、そういう勝負。あれ、そうね。次は、次はまあカズシやりたかったんで。あ、じゃあカズシでいきましょうか。カズシは特別ルールは、カズシは好きなの使っていいよ。舐められてますね。そうなんですよ、僕が一番弱いんで、うんうん、始まりました。これチストってね、結構もうどうなるかわかんない、うん、そうね。俺ら極貧のパワー見してくれ。貧乏魂、貧乏魂、いいぞ。もう 100% 超えてる。ラブネー、くあ、もう決まりそうだけど、ま、だこれは、おお、
しい嬉しい。じゃあ岩か。じゃあ岩。岩はマルスで。おお。いやマルスかー。これね、あの知ってて戦績悪いっすよね。戦績悪いっすね。まあマルスがね。最近練習してんのよマルス。そうだね。そうだから見せ所いいかな。そう。いや行こう。行こう。そうか。本当流れ。本当流れ掴んだ方が勝ち。真剣ですね岩は。かなり真剣ですよ。届かない。わあ、パー、これは痛い。これは？まずいぞ、外はまずいぞ。あるよ。ああ、落ちた。うわさ。鳥、おい、大鳥何してんだよ。まさかの。カズシだけか。カズシだけだ。超意外。カースト一番低いのいつ。じゃあ買ってくるか。はい。買ってきましょう。おい、見せつけやがって。買ってきたね。はい、ってきました。まさか、北村も食うっていうね。北村来てなかった。豚のスタミナ丼ですね。気持ち悪い。やば。最上級の飯じゃん。そんなん見たことないんだけど。うん、ちゃんと50円引き。サラダもあります。サラダ、レタスミックス。勝者の食事ですね。じゃあ、いただきましょうか。はい。いただきまーす。やべえ、マジで。やべえ。うわ、すげえ、米久々じゃない？やばい。米やば。やばい。うわぁ。いや、なんでだよ、おい。もう一回北村を勢いよく食ってみて。もう一回吸ってみて。これで終了だもんね。寝て起きてからにしましょうか、食うのは。そうですね。食べましたか？はい、はい、せーの。ごちそうさまでした。あー、うぜ。うぜぇ。というわけで、これにて、1週間食費0円生活終了。お疲れ様でした。楽しみだ。楽しそうだったけどね、旗から見てたら。あ、まあ楽しかった。まあね。うん、まあね。みんなで料理作って。しんどいけど、楽しさはあった。楽しさは全然あった。ただね、きつかったね。うん、ただきつい。どれだけうちにその貯めてたかっていうか、うん、そう、ね、食わないやつをどんだけ置いてたかっていうのが分かったわ。うん、ね。なんやかんやでまとめて買ってね、食わないのとかが多分あるんだろう、ね。あるある。ちゃんとさ、みんなで歩んだやん。ただみんなで一緒に。いや、もう裏切りだよ。いやいや最後の最後でね、今。そう。なんか団結力なくなった。負けたのが悪いんだろうが。あマジじゃん。あガチだ。やけ食い、ノリの。初めて見た湯。初めて見た湯。はい、というわけで、この動画が少しでもいいなと思ったら、高評価、コメント、ツイッターとインスタのフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サブチャンネルで一発目の爆食い上げるんで見てください。見てください。